ストク中学校、高等学校は、広島市西区、楠木町4丁目にある市立中学校、高等学校。公明の、ストクの由来は、仏説無料、受刑の中にある、ストク公人、つとおさむ城という箇所から、明治時代の西本願寺21世保守の秋行が、選んだものを東学園に授けたものである。 西本願寺系の龍谷総合学園加盟校であり、龍谷大学への特別推薦制度がある。多くの生徒が進学している。生徒が学ぶコースは2000年からスタートした中高一貫6年生。他中学から進学してきた生徒には特別進学コースと進学コースとクラブ推薦コースがある。進学コースは高校2年へ進級の際、主に 5型理系、文系、三型理系、文系、仏教コースに分けられる。特別進学コースは、長期休暇中に開校される補修を受けることが義務付けられており、7限目の補講が行われる。進学コースから特別進学コースへは、高校1年から2年へ進級する際、もしの結果や成績などを考慮され変更することができる。 校内には中学校と高校が併設しており、施設も共同で使う。ストック学園の図書館の蔵書数は約4万冊あり、以前は広島県の学校図書館の中では最大規模であった。今でも月に100冊以上の新刊図書を揃え、生徒の幅広いニーズに応えている。広島県では4番目に古い高校として歴史と伝統を誇る。制服は、 男子校の伝統の一つでもある金ボタン5個の黒爪理学生服、食堂も設置。2020年度から男女教学になり、制服のブレザーに改定された。中学校では学年ごとに修学旅行がある。スポーツクラブ活動を積極的に奨励している。文化祭においては、話し方大会、イングリッシュスピーキングコンテスト、劇発表、音楽発表。 弁論大会、クラスでの研究発表、クラブの模擬展やカラオケ大会などが行われる。高校では、生徒数が多いため、体育祭は存在しない。その代わりとして、定期交差終了後、クラスマッチという形で、ソフトボール、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、オセロなどが行われている。文化祭は、ストック祭と呼ばれ、毎年11月に2日間に分けて行われている。 学年ごとに出し物に制限がかけられており、学年が上がるごとに緩くなっていく。最高学年である3年生になると、各クラス模擬店を出店し軽食等を提供する。中学、高校全体では年に一度演劇鑑賞が行われている。また、本校では3年に一度劇団式の劇を貸し切りで鑑賞している。本校では4月の花祭り。 5月21日の収束を単会並みに開校記念式、11月28日の法音校並みに学園関係者追悼法要という3大仏教行事が行われる。加えて、1951年に学園内の原爆供養等根流を起源として、毎年8月6日には原爆期法要が行われ、全校生徒の登校日として制定化し、 全学挙げての追悼式が行われている。国公立大学は、毎年60名程度が合格している。そのうち、地元の広島大学や、近隣の岡山大学、山口大学の合格者が多い。私立大学は、赤々同率をはじめとした、関西有名私立大学や地元の、広島修道大学、広島工業大学、広島経済大学への合格者が多い。 関赤道立へは、例年50名程度が合格している。また、近年は、関東圏の大学の合格者も増えており、マーチには、例年10名程度の合格者を輩出している。以上から、地元では、中堅新学校という位置づけである。バレーボール部、柔道部、野球部、剣道部、卓球部、バスケットボール部、テニス部、陸上競技部、体操部、サッカー部。 ラグビー部宗教部、理科部、ESS、パソコン部、将棋寄せロブ公式野球部、バレーボール部、柔道部、弓道部、アメリカンフットボール部、ボクシング部、ソフトテニス部、サッカー部、卓球部、体操部、軟式野球部、空手道部、ゴルフ部、自転車部、バドミントン部、テニス部、陸上競技部、剣道部、ラグビー部、バスケットボール部、水泳部。グリークラブ、 軽音楽部、宗教部、数学研究部、文芸部、新聞部、科学部、生物部、ESS、美術部、書道部、写真部、作動部、映画研究部、漫画研究部、平和問題研究部、インターアクト部、多文化共生研究部高等学校の主要なクラブ活動は以下の通り、バレー部1946年総部、 全国的にも強豪校として知られている。高校参観と言われる、選手権、高校総体、国体、及びかつてのタイトルであった春高バレーにおいて、獲得した全国タイトルは、全国高校最多計18回を誇る。また、準優勝17回ベスト421回ベスト821回にも、輝いている。OB に、猫田勝としら。 1990年には、米田和則が全日本女子監督、西本哲夫が全日本女子ジュニア、小早川圭が、NKK、井原文幸が、富士フイルム、小田正志が、JT、寺坂太氏が、日本電機と、日本リーグ男子8チームのうち半分の4チームを、含め6人の出身者が監督に就任した。近年は、全国大会優勝から遠ざかっているが、 2016年、第68回春高バレーでは久々にベスト8トとコマを進め、2018年度、国民体育大会では、本校選手を主軸とした広島代表チームにおいて、準優勝の成績を収める。ラグビー部1932年総部。日本ラグビーの父と呼ばれる元日本、ラグビーフットボール協会会長である、香山茂の実定である。 本学教諭であった、香山俊治により、創部された。広島県下で最も古い歴史を持つ。全国高校ラグビーフットボール大会24回、出場、ベスト4の実績がある。また、国民体育大会では、準優勝1回ベスト4が2回。1980年以降は、戦後の広島県ラグビー界で対等してきた。 広島県立広島工業高等学校や近年、対等してきた、尾道高等学校により、全国大会出場が阻まれている。全国高等学校、選抜ラグビーフットボール大会には2011年に、実行委員会推薦枠で出場が決まったが、東日本大震災により、大会が中止になった。2017年に、再び推薦枠に選ばれ、大会に出場した。 戦績全国高等学校ラグビーフットボール大会戦績公式野球部総部は1947年。1961年広島大会で優勝し、甲子園に初出場。1976年第48回選抜高等学校野球大会で優勝。甲子園には春3回、夏2回出場。1976年のドラフト会議では、 大竹厚資料、黒田真嗣、山崎隆三、小川達明と同じ高校から1位2人を含む4人が指名され、当時は珍しく話題を呼んだ。スローガンは、一級実行。歴代監督原爆打線1976年の選抜高校野球優勝時のストック打線に対して、毎日新聞などのメディアが名付けたものとされている。 戦績甲子園戦績南式野球部1995年第40回南式野球選手権大会に初出場。南式野球選手権大会に出場8回。2002年には国民体育大会で全国優勝。2019年第64回選手権大会で準優勝を果たすなど、近年では南式野球部も強豪校として知られている。 主な OB にオリックスブルーウェーブでエースとして活躍した小林博士がいる。延長50回2014年第59回大会では、準決勝において岐阜県の中京高等学校と対戦したが、延長50回の末、3から0で敗戦した。この一戦を機に、高校野球にタイブレーク制を導入することが、検討されるようになった。戦績選手権。 7勝8敗、国体、4勝2敗柔道部いわゆる強豪校として知られ、多くのオリンピック、世界選手権の金メダリストを輩出している。古くは、川口隆夫、南清、森脇康彦、また最近では、上川大輝など。2013年インターハイ柔道競技では、男子団体戦で、初優勝を果たした。剣道部インターハイや国体に、 複数の選手が出場している。OB には第56回全日本剣道選手権大会で第3位に入賞した有馬健介がいる。アメリカンフットボール部広島県内で道部を置く。学校はストックと広島城北の2校のみであるため、全国大会へは多く出場している。大学スポーツ推薦の基準を満たしているため、有名大学に入学可能。チーム名は、 ストック高校ファイティングダックスである。ボクシング部インターハイや国体に複数の選手が出場している。OB にプロボクサーの柳川嵐や辻正立、丸亀光などがいる。また、2014年には原田直樹がボクシング高校三冠を達成している。サッカー部1922年総部。途中、戦争による公式試合の中止により、 キューブ状態となる1967年に同好会として復活し、翌年にはクラブに昇格する。1977年に全国高校サッカー選手権大会に初出場を果たす。著名な出身者に日渡し軍など。グリークラブ県内の高校では唯一で、全国的に見ても数少ない男性が勝負である。 過去に全日本合唱コンクールに出場し、出場21回、中金賞10回、銀賞8回,賞回、銅賞2回、有料賞1回をそれぞれ受賞しており、全国的な実力を誇る。また、過去8回海外演奏旅行を行っており、カーネギーホールで3度の演奏経験がある。秋に開催する定期演奏会も2010年度で40回を数える。 最盛期は部員が100名を超えていたが、近年は少子化などの影響もあり、減少傾向にある。著名な出身者に、南一世、大田勤、ヒッピーなど。新聞部、記事は、足で書くをモットーに活動している。1949年より、ストック学園新聞を刊行している。創部以来発行を続けてる、全校配布の、本誌だけなく、 2014年からは、壁新聞の、速報版の発行も開始した。全国高等学校総合文化祭新聞部門には2014年の、茨城総文から、連続で、県代表として、出場を続けており、2020年は、優秀賞。2021年には、総部以来初めての最優秀賞を受賞した。近年は、全国規模のコンクールでも、 上位入賞の評価を得られる、紙面作りを行うなど、活発な活動がなされており、ラジオやテレビ、新聞などで、その活動が取り上げられている。相撲部かつて本校に存在した、体育系クラブ。大正2年の旧制ストック中学校創立と同時に、相撲部ができ、巡業中の綾野家は、栃木議を迎えて土俵開きを行った。 昭和3年に相撲場を新築して、来広中の横工場の花の土俵入りが行われた。戦前の旧制ストック中学校の相撲部は、広島県のみならず、中国地方で、その競合ぶりが歌われており、昭和17年に、柏原神宮で開催された、全国大会では準決勝まで進出して、赤敗している。戦前の相撲部流星の原動力に、 流行状態がおり、流行の指導を受けて、大正10年頃には、清水義会、花本勤と村が活躍した。花本の教え子には後に、早稲田大学相撲部首相として学生相撲で活躍した中村隆夫がいた。戦後、昭和38年には、中村の指導を受けた亀岡忠氏が、高校横綱となる、党の成績を収めている。浜井幸則、 矢野糸市、中村達夫らの指導を受けて、昭和50年中国大会を制覇した、中本明清は、卒業後、出羽の海部屋に入門、同行出身者初の大相撲力士となった。怪我で引退後は、経験を生かして相撲協会初のトレーナーとして、多くの力士のサポートをした。平成に入っても毎年全国、高校選手権大会に出場していたが、 入部者数の減少により相撲部は急部、相撲場も姿を消すこととなった。出展ストック中学校交渉1912年4月の旧制ストック中学校開校にあたり、初代校長である観山格道の草案により、交渉が制定された。交渉の3つの先端は、三崎の地名を示すとともに、仏教でいう味法を意味し、仏教的精神を教育の基調とすることを、 象徴している。また、知、徳、体を兼ね備えた、優れた、社会人への教育をも表している。戦後はそのまま、新生ストック中学校の交渉として使用されている。ストック高等学校交渉1948年の学生改革により、新生高校が発足するにあたり、新しく交渉が制定された。校の寺は、教育基本法を並びに、 学校教育基本法に基づく高等学校を表している。また、交章の呪文である三枚の葉は笹の葉で、学校所在地の三崎の地を表すとともに、仏教の見法を図案化したものである。交章のもう一つの部分である、兜の上部は、消え三方を表すもので、仏、法、層に消えするという意味である。 旧制ストック中学校校旗は1929年4月に制定された。大正末年から昭和初年にかけて学校単位で儀礼、儀式等に参加する機会が多くなり、加えて国家的、軍事教育的な団体訓練が増加した。1929年12月に東連平場で新越式が挙行され、後旗を先頭に整列し、 ご新越を受けた。戦前の中学校期は、この時期に制定されたものが多いとされる。なお、戦時中には前述のストク中学校校期は、疎開しており、戦災を免れ、現在も学校に保存されている。ストク中学校の校歌は1928年11月に、制定された。作詞は、当時本校国語科教諭であった、藤井常と、作曲は、 陸軍富山学校軍学大指揮者を務めた長井健氏である。長井が作曲した経緯は、当時広島市にある清田から寺住職であった、諏訪霊会がアメリカから帰国した後に、自分の寺を欧米風に改め、図書館や青年会館を作ったり、音楽教室を開いていた。そこで当時軍学隊を辞めていた長井に指導に、来てもらっていたところへ、 ストック中学校の教諭が赴むいて雑談しているうちに、校歌の話が出て、作曲を長井に依頼するに至ったとされる。作曲後に、長井は、本校行動において、全生徒に、校歌の教授、指導を行い、数回の練習で覚えさせたと言われる。歌詞の変遷戦後の学生改革により、新生高校となったので、歌詞の一番では、我が中学校が、 我らの学園に、また、生徒数の増加により、歌詞の3番では、700の賢治は、王子が、賢治我が生きたからかにと一部変更された。ありがとうございます。